ライナーシュットラーは、ドイツコルバッハ出身の男子プロテニス選手。2003年全豪オープン男子シングルス準優勝者。2004年アテネ五輪男子ダブルスで、ニコラス・キーファーとペアを組んだ銀メダル獲得もある。自己最高ランキングは、シングルス5位、ダブルス40位。ATP ツアーでシングルス4勝、ダブルス4勝を挙げた。身長180センチメートル。 体重七十五キログラム、右利き、バックハンドストロークは両手打ち。シュットラーは九歳だった時、ボリスベッカーが1985年ウィンブルドン選手権に史上最年少の十七歳七ヶ月で初優勝した快挙に刺激されてテニスを始めた。1995年にプロ入り、男子テニスの下部のチャレンジツアーを回っていた時期、1996年に 名古屋の大会でベスト8進出がある。ベッカーとミハイルシキヒの後継者として、早くから注目されていた、ニコラス・キーファーとトミー・ハースの二人に比べて、シュットラーは、遅咲きタイプの選手である。1999年1月に、カタール・エクソン・モービルオープンでプロ初優勝を遂げ、初めて世界ランキング50位以内に入る。この年から、彼は、 男子テニス国別対抗戦でビスカップドイツ代表選手に選ばれた。それから4年後、2003年、全豪オープン男子シングルスにおいて、第31シードだったシュットラーは準決勝で、アメリカのアンディロディックを破り、4大大会決勝に初進出を果たす。決勝では、アンドレアガシからわずか5ゲームしか奪えず、2から6、2から6、1から6の完敗で準優勝に終わった。 この時、シュットラーはすでに26歳を迎えていた。2003年は、全豪準優勝の波に乗って好調なシーズンを送り、年間最終ランキング6位につけた。同年10月に来日し、ジャパンオープンテニス選手権男子シングルス決勝戦で、セバスチャン・グロジャンを7から6、6から2で破って優勝している。2004年アテネ五輪男子ダブルスで、シュットラーは、 ニコラス・キーファーとペアを組み、決勝で、チリのニコラス・マスー、フェルナンド・ゴンサレス組に2から6、6から4、6から3、6から7、4から6のフルセットで敗れて、銀メダルになった。それからしばらく好成績がなかったが、2008年4月に、ダブルスで2大会に優勝する。これで、シュットラーの男子ツアーダブルスタイトルは4つになった。2008年ウィンブルドン選手権において、 シュットラーは世界ランキング94位の定位置から勝ち進み32歳にして初のベスト4に進出した。2回戦で第9シードのジェームズ・ブレイクを6から3、6から7、4から6、6から4、6から4のフルセットで破って波に乗り、準々決勝ではアルノー・クレマンに6から3、5から7、7から6、6から7、 8から6で2日がか,かりの試合で勝利し、5年前の2003年、全豪オープン以来の大舞台に姿を見せた。初進出の準決勝では、第2シードのラファエル・ナダルに1から6、6から7、4から6のストレートで完敗した。北京五輪の男子シングルスで、シュットラーは1回戦で、日本の西コリ系を破った後、2回戦で、ノバク・ジョコビッチに敗れた。 シュットラーは2012年全豪オープンの予選で敗退した試合が最後の出場になり2012年10月に正式に現役引退を発表した W イコール優勝 F イコール準優勝 SF イコールベスト 4QF イコールベスト 8R イコール回戦敗退 RR イコールラウン敗退 Q イコール予選回戦敗退 LQ イコール予選敗退 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2003年前後3回戦の不戦勝は通算成績に含まない。ありがとうございます。